はい、どうも皆さんこんばんは、サイテイマンです。今回もね、というかまあ2本撮りですね。さっきと引き続き、もう1本撮っていこうかなと思います。サイテイマンです、よろしくお願いいたします。前回ね、泥棒早速できてスコップを入手したんですが、名前がね、泥棒に変わってないですね。もしかしたら建物の中、店の中戻って殺されると泥棒に変わっちゃう可能性もあるんですけど、まあ、今回は多分泥棒に変わらないのかな。さすがにちょっと子供が泣くみたいなことで、コンプライアンス的な問題で名前は変わらないようになってるのかなと思うんですが、ゲームボーイ版だとね、泥棒っていう名前に強制的に変えられちゃうんですね。今回は変わらないのか、もしくは泥棒しちゃうと最低マンっていう名前に変わっちゃう説すらあるな。俺の名前が紛らわしいので。だとすると泥棒した全実況者が最低マンっていう名前でプレイすることになるので、俺にとってはむしろ名誉なんですけど。はい、ということでね、早速、今回テイルのホラー穴を攻略していきたいなと思います。ちょっと基礎的なダンジョンなので、まあ、軽くクリアしたいなと思うんですが、ここが北の入り口が2つある家だよ。あ、わらしべですね、今回の。これですね、ヨッシーの人形。で、さっき入手したこの貝殻なんですけど、この夢見る島の世界の中に100個だったの。いったな。はい、俺攻撃もらえない言ってますやん。これハート出ないんすよ、これ。これちょっと回復してから行くか、もう。違う、ここ家じゃないじゃん。ちょっと自宅かと思ったし。もう。はい。まあ、ある意味回復だろう、俺。あ、皆さん、レジの横の紙切れがバーって散らばってんのは、多分、あれだったんだろうな。合わなかったんでしょうね。値段との兼ね合いが。ということだったんでしょうね。俺の名前変わってないだろうな。最低マンのままだろうな。泥棒になってるとかだったら嫌なんですよね。ちょっと嫌なんだよな。はい、ということで、早速回復できたということでね、早速ヨッシー交換していきましょう。ちょっと自宅で回復できるかなと思って入ったんですけど、ちょっと自宅とお店間違えましたわ。ヨッシーの人形ね。このヨッシーの人形もそうなんですが、星のカービィとか、ワンワンとか、クリボーとかね、結構任天堂のキャラクターがちょいちょい出てきます、この作ね。もっと他にも出てくるかなと思うんですけど、まあ、これがなんでなんかっていうことなんですが、まあ、試作というか、まあ、テスト的に出してたっていう話なんですけど、まあ、夢を見る島のこの夢みたいなのにちょっと関係してんのかなっていうふうに僕は思ってますね。もう夢の中の世界だから、まあ、いろんな各キャラクター出してもいいだろうみたいなことで出てるんじゃないかなという予想なんですが、早速行きましょう。よし、もうこの辺攻撃もらえないですよ。俺もう泥棒扱いされてぶち殺されるのごめんですからね。泥棒扱いされてね、何もしてないのにね、スコップをただ持っていただけなのに。よし、テルのホラーだね。今回パート2はテルのホラー穴を攻略するところまでやっていこうかなと思います。マップはもうほぼほぼ頭の中入ってるんで、お任せください。よし、早速行きましょう。テールのホラー穴、当時の俺が4歳の頃かな、4歳ぐらいの時に現役でプレイしてた時は、このテールのホラー穴ですら俺苦戦してましたね。まあ、4歳の頃はスーパーマリオは結構得意だったんですけど、こういう謎解き系が、まあ、当然なんですがめちゃくちゃ苦手で、4歳でこんなんできたらおかしいけどね。だから俺親に結構止められてたんですよ。ゲームやるの。ゲーム禁止みたいなこと言われてたぐらい。待って、これ、もしかして、炎撃ってくるか、これ。食材。撃ってこないか、大丈夫か。あ、撃ってくるな。食材、炎撃ってきますね。一発も攻撃もらえないので、こんなところでもらってられないので、早速こいつ倒して逃げます。OK です。コンパス早速入手しましたね。当時俺ゲームボーイ白黒の大きいやつあるじゃないですか。俺あれでずっとプレイしていて、今コンパスがテレレレンと音鳴ったかなと思うんですけど、俺電源というか音量落としてやってたんですよ、現役の時に。
だからあの音量ほとんど役に立ちませんでした。ちなみに今鳴ったデデデデンっていう音なんですけど、そのマップ内に宝箱、宝がありますよってことをコンパスが教えてくれてるんですね。ただそれ俺ほとんど使えなかったんですよね。だから当時苦戦したのかもしれないですね。まあそれもちょっといい思い出ですわ、今になって思うと。でもこの夢を見る島をなんか当時現役でプレイしてたのって多分全ゲーム実況者で僕ぐらいなんじゃないかなっていうぐらい、まあ多分生まれてないゲーム実況者の方がほとんどかなと思うんですけど、俺ぐらいなんじゃないかな。まあちょっと調子乗るとね、この夢上島を現役でプレイしたのは。 OK です。今攻撃、敵からの攻撃半減しているので、この時にガンガン進んでいきたいなと思います。今攻撃もらっても全然問題ないので。クソ、テールいるな、危ねえ。これ多分小さな鍵ですね。うんですね、小さな鍵今3つか、もう3つも手に入れてんのか。あーこれまあいいや、ちょっと無視していくか。命がいくつあっても足りないので、こんなやつ構ってたら。まずはあの当面の目標として、ここの目玉アイテムですね、ロック調の羽なんですけど、それをまずは入手しに行きたいなと思います。おっとっとっと、やばいやばい、ね、もらえないですからね、こんな攻撃、不用意な攻撃で。ロック調の羽の効果なんですけど、一マス分飛び越えられるっていう効果があります。まあ入手してからご説明したいなと思うんですが、まあ当時プレイしてた人にとってはもうそんな説明いらねえよっていう話なんですけどね。よし、これ確か縦でひっくり返せますね。これもなんかスーパーマリオのキャラクターですよね、これ。トゲゾーとかじゃないっけ、これ。なんかちょいちょい出てくるんだよな、この。だから、当時は、岩田悟さんがプログラミングしてたかなと思うんですけど、もうその岩田悟さんの意思を引き継いだこのプログラマーが多分組んでるんでしょうね、これ。そう考えるとなかなか感慨深いですね。当時は岩田悟さんがプログラミング組んで作ってたかなと思うんですけど、そう考えるとその意思を引き継いでるんですね、これマップ頼りにしてね。多分そのプログラミングした人は子供の頃にこのゲームを遊んでる人だと思うんですよ。だから任天堂のこのゲーム作った人はかなり感慨深いんじゃない？これ作ってるの。その辺のなんか制作風景みたいなのも俺結構気にしますね。あ、これ6丁の羽ね。1マス分飛び越えられるっていう効果があります。ちなみにこれギリギリで飛べば2マス分飛び越えられますね。ゲームボーイ版だと2マス分飛び越えられました。これもう完全にクリボーなんだよな、こいつ。もう白黒の頃は分かりにくかったですけど、もうこれは完全にクリボーだよね。パクリとかではないですけど。でこの一マス分飛び越えるっていう効果は、まあ、何かの実況でお話したかなと思うんですけど、ゼルダの伝説って新要素を一つ加えて発売するんですね。その新要素の一つがこの飛び越えられるっていう機能なんですよ。この夢を見る島の新要素が何か一マス分飛び越えられるっていう機能です。スカイウォードソードがダッシュできる。でブレスオブザワイルドがオープンワールドですね。トワイライトプリンセスがなんか剣技とかなんか新要素を1個加えるんですよ。だからブレスオブザワイルドの続編も何か新要素が加わるんじゃないかなっていう、予想ですね。僕の予想ではオンライン機能が加わるんじゃないかなっていう予想を立ててるんですけど、まあどうなんでしょうね。まあそれは発売日に、まあ多分来年になるかなと思うんですけど、その時のお楽しみですね。ここ飛び越えていく。OK です。これ多分大きな鍵ですね。この辺は覚えてます。夢見る島は。夢見る島ってね、パッケージにちょっと驚いたのが、対象年齢12歳って書いてあるんですね。で、ゼルダの伝説って基本的に全年齢対象なんですよ。スカイボードソードとかそうなんですね。でも、この夢見る島って、12歳
以下はプレイしちゃいけないみたいなこと書いてあるんですよね。プレイしちゃいけないというか、対象年齢じゃないって書いてあるんですけど、それだけ夢を見る島のストーリーがなんか、結構複雑ってことでもないですけど、奥深いからなのかなっていうふうに思えてます。これ、ちょっと木の実持ってるうちに行きたいですね。この右、中ボスですね。うお、こいつって赤かったんか。白黒当時の時は分かんなかったですけど、こいつって赤かったんだね。こんななんかおばきゅうみたいな、これはめれますね。これこいつ基本的に結構はめれるんですね。はい、倒しました。余裕でございます。妖精出したはずなんですけど、ゲームボーイ版だと妖精出さなかったですね。これは辛口モードだからなのかな。この後もボスね、ボスなんですけど、ここは中間点になってます。ゲームオーバーになってもすぐ戻ってこれますよみたいな感じですね。このダンジョンではもうすぐなんですけど、他のダンジョンだったら結構重宝しますね。さあ行きましょう。体力は3あるので、ここのボスはデグテールですね。もうサクサクと倒してしまいたいなと思います。でちなみにこの下なんですが、デグテールに落とされた先がこの地下にな、下になってます。行きましょう。さあどれほどの強さなのか、ちょっとお手並み拝見といきましょうか。来た。んがふふ、んがふふ、よそ者邪魔者、デグテールね。あー遅い遅い、全然遅いぞ。そんなもん俺の敵じゃないな。全然遅いですね。目で追えますからね。見てから余裕です。あと縦構えて防げるのも防げるので、負けるわけがないですね。あ、もう終わりですか。え、もう終わり、弱すぎるわ。回転切り2発で終わりました。楽勝でございます。ちなみに1発もダメージを受けておりません。はい、クリアしました。ハートの座手に入れたと。これハートの最大値増えるのめちゃくちゃ大きいですね。一撃がもう致命傷なので、で攻撃力倍になってるってことは、ハート1削ってくるやつは2削ってくるってことなんですよ。だから今後かなりやばくなってくるかなと思います。まあこのホラー穴は簡単だったんですけど、満月のバイオリンね。はい、まずは1つ目のダンジョンクリアできました。このペースでいけばパート10ぐらいで攻略できそうですね。デレレーデレレーデレレレーっていうこの曲がね、俺すごく昔を思い出すんですよね。子供の頃を思い出して涙が出てくるんですよ。沼、花咲く沼に新たな道が続いている。これ次のダンジョンですね。まあ、この辺は原作と全く一緒です。ここまでね、原作とほぼ一緒です。でこの出た先にフクロウが飛んでいきますね。原作通りだとですね。ただ何が一つ違うのかっていうと、操作性が若干違います。ちょっと扱いにくくなってますね。難しくなってます。ほっほっほっほ、それこそ精霊の楽器。やはり坊やは本物じゃ。度重なる無礼を許されよ。無礼なんて別になかったけどな。無礼なんて別になかったけどな。その楽器は風の魚を起こす力を持っておる。楽器は全部で8つある。8つ全て集めるのじゃ。わしは坊やの行くべき道を示さんがため使わされたもの。北にあるゴポンガの沼に行きなされ。ほっほう。まあ早速村に戻りますか。とりあえずまあここまではぶっちゃけ余裕ですよ。まあ、一撃ももらってないです。ノーダメージクリアで目指してもいいぐらいのレベルでしょ、これ。で、お、どうした？あー、そうだそうだ。ワンワンがさらわれるイベントありましたね。兄ちゃん、大変、大変だよ。あのね。そうなんだよ、大変なんだよ。モリブリンが村にやってきて。モリブリンがたくさん入ってきたんだ。それでね。そうなんだよ、すぐそこの家に集まってき。だからね、ワンワンのいる家でね、なんかそうなんだよ。モリブリのやつ、なんとだからね、皆さん学校行かないとこういう風になりますね。
YouTube ばっかり見てるとこういう風になってしまうということですね。これは教訓ですね。これ宮本茂さんが教えてくれてる教訓です。ゆとり教育の弊害ですね。あれは大変ざんす、大変ざんす。うちのワンワンがもういぶりにさらわれたざます。誰かワンワンを助けて。まあワンワン助けに行きたいんですけど、ワンワンはね確かいますね。普通にワンワンの子供か。これねちょっと面白いな、このガン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 動いてんの鎖に繋がってないワンワン面白いですね。じゃあ早速、行きたいなと思います。ロック調の羽を手に入れているのでこっちですね。まあ、パート切らなくても大丈夫だろう。まあ、とりあえず、ワンワンを取り戻すとこぐらいまで行きましょう。まだ取れるんでね、パートが。こんなもん問題ないっすよ。何の問題もないわ。さあ撃ってこい。一発防いで攻撃入れるって感じですね。それで安全に行きましょう。まあ、安全に安全に行く。回復できない。まあ、この森は妖精で回復できますけどね。もう不用意な攻撃はもらわない。一切俺は予断を許さない。どっちだっけな。右行ってもいいが、こっちから行くか。はい、ここが、コボンガの沼、不思議の森。コボンガの村は次の、うわ、ライクライクいるじゃん。ライクライクさんですね、これが。かの有名な。盾を飲み込むで有名のライクライクさんね。コボンガの森は、ワンワンを仲間にしないと入れなかったので、とりあえずワンワン探しに行かないとダメなんですが、どっちだったっけな。まだ覚えてますけど、後半、ちょっとうろ覚えになってくる可能性があります。まあ大体は覚えてるつもりではあるんですけど、うろ覚えになってくると結構やばいっすよ、この、辛口モードだと。OK です。この辺は防ぎます。盾がかなり便利になってますね。よし。OK です。ハートのかけらか。ハートのかけらね、体力回復用に取っておきたいので、取りたくないですね、できれば。取らないとダメかな。取らないとダメだな、これ。いや、食らった時に取りたいですね、これ。それぐらいの感じですね、これ。今回。それぐらいハート結構やばいので、回復する場所がないので、あ、ここですね。はい、ここちょっと攻略していきたいんですが、ここ攻略する前にですね、一旦、いや、まあいいや、いけるわ。ここちょっと攻略します。ここにワンワンがいますね。何やつ、怪しいご相談、皆もので出会え出会え。出会わんのかい、お前だけかい。出会わんのかい。余裕ですね。どんぐり手に入れたので、これもう敵からのダメージ半減するんで、慎重に立ち回れば負けない。ちょっと早速攻撃もらっていく。これ、ちょっと角度がやばい。だからどんぐり持ってるので、やばいぞ、これ。一匹ずつ数減らして、こいつが厄介。ちょっと攻撃ももらいすぎだ。くそ。ちょっと距離詰めましょう。これ以上攻撃もらうとやばい。よし。この後ボスが出るので、OK。どうやんだっけな、こいつ。あー、痛い痛い。こんなやついましたわ。ワンワンを狙ってきたか。さては、お主、ワンワンの主。マダムニャンニャンの放った刺客であろう。返り討ちじゃ。マダムニャンニャンの。どうやって倒すんだったっけな、こいつ。あ、こうか、こうか。なるほどね。あれ、ビロってる時に切りつけろだったっけ。まあ、これ回転切り入れた方がいいっすね。まあ、これ慎重に立ち回れば負けません。これは原作と一緒ですね。攻略法は負ける要素はない。むしろ原作より弱くなってますわ。突進誘って、まあ、振り返ってる時にこういくと、はい、余裕。まあ、攻略法わからないと結構難しいんでしょうね。はい、ワンワンとりあえず吸収していく。ワンワンを吸収した。近くで見るとやっぱり怖い。
はい、これでワンワンをペットにしました。このワンワンはですね、敵を食べてくれるので結構心強いですね。まあ、今作でも食べてくれるかわかんないですけど、これであの沼地のダンジョンに入れるようになります。ワンワンがないと入れないので、まずワンワン救出しないといけなかったんですね。だいぶサクサク攻略していきますよ。袋ね、結構愛らしくなった袋。ほっほ、物騒なやつを連れとるの。次なる精霊の楽器はコボンガの沼じゃぞ、忘れなさるなよ。ほっほ。はい、コボンガの沼はですね、今回攻略したテールのホラーナーとはちょっと一味違うので、気を引き締めてかかりたいなと思ってるんですが、ダンペいますね。ダンペなんていたっけな。おめえこの島を旅してるだか、じゃあちょっと頼みがあるだ。オラはこの島の遺跡を調査してるダンペってもんだよ。これ多分リメイク版の新要素ですね。ゲームボーイ版にここにダンペなんていなかったので、この先にあるオラの小屋に来てほしいだ。これ多分新要素ですね、今作の。はい、ということなんですが、次回のパートでね、沼地を攻略するのと、ちょっと断片がどんな感じなのかちょっと見に行きたいなと思います。ということで、また明日アップできるかなと思うので、よかったらまた明日見に来てください。ということで、また次回をお楽しみに。最低マンでした。ありがとうございました。